ね、うちとね、その組んだことがある人、チームいうかね、バンドでもね、あるいはペアでもね、組んだことある人はね、うちもう猛スピードめちゃくちゃスピード重視って覚えてるよね、知ってるでしょ、ね、スピード強なぐらいね、現象におけるスピードを要求するでしょ、うちってうちと組んだことがある人ね呆れるぐらいうちスピードをめっちゃ大事にするでしょ。だけどね、その自分のパートナーっていうかね、自分の仲間以外はね、には全然スピード要求せんのも覚えてるでしょ。ね、まあまあまあバンドで言ったら、まあ、客にはねスピード要求せんよ、ね、バンドにだけスピードを要求するし、うち自身がものすごいスピードをね自分に貸してるやんか。じゃあ長年の訓練、路上演奏訓練ってあれ何だったの、あれ猛スピードやってんだ、あれ実はのんびりしてたんちゃうね、もう超ハイスピードで、ものすごいスピードでやってた、あれ実際に聞いたことある人は分かるよねね、周波数とかね、うちの路上でのね、うちの周波数はね、はっきり言うとスピード強そのものでしょ、どう言ったらいいんかな聞いたことある人は分かるやろけど、外でね実際に何かといろいろ止めちゃったでしょ、電車とかね、何かといろいろ工事、電気工事させちゃったでしょ、何かと何かと外では全開しちゃうから、家の中でおとなしいけど、実は建物の中でおとなしいですけどね、外で歌曲ね、もう全開でいいんだよねってついついね、ごめんなさいね皆さん馴染みに来てからおとなしくしてます。だから だからこのね、馴染みでのゆっくりさもね、だからうちの味方ってか、うちの仲間以外には全然味方というかね、自分味方にも別にスピードが行きせんけどさ、ね仲間以外には、ペア以外にはね、全然スピード要求せんでしょ。それが今のこののんびりしたその路上スタイルなんですよもう身内に対してはめちゃくちゃスピード要求するやろ、うちもものすごいスピード強やねんで